山本太郎はそれを巧みに利用したわけですね。その特定枠に、身体障害者と重度の、ね、難病の方を名前を書くわけですよね。で社会的弱者あの名前を書いて、そして自分は三、ね、番目なわけですよ。まあ、当然、山本太郎って名前いっぱい入りますから。 まあ本来特定枠設けてなければ今回山本太郎は議席取ってたわけですよねところが1人じゃなくて2人にしたとこがミソなんですよ1人だったら1人通って自分も通るっていう感じですよねだから多分ね300万票は取れないっていう狙いがあったと思うんですねこの布人でやったらもしかしたら200万票取れるんじゃないかそしたら2人通って自分は落ちるそれでいいんですよ えだって落ちてるじゃんダメじゃん違います落ちてるのがいいんですよだって間もなく衆議院議員選挙あるじゃんそこで通るのええ、だから今回ね2人ねええええ、そのマイノリティのね社会的弱者を2人掲げて自分は3番手そして自分は議席を失い党首だけども議席がないという状況を作り出したわけですね そしたら次は山本太郎をもう一回国会に送り出そうこの人を当選させようってう,うねりを起こすことができるわけですね。これ実にね、巧みに考えられてますね。 だから、これも、だから、もう、私、偽善だと思うんですね。山本太郎が、もう、ここ六年間ね。もう、そういうね、社会的弱者、特に、特に難病とか、身体障害者とか、そういうね。福祉の活動、をずーっとやってきた流れで、まあ、当然だろうな、というふうに、な。 流れでね、特定枠2人置いたならわかるんですけど、いきなり出てきてるわけですよ。6年間、それ関わってるかもしれませんですけども、山本太郎がね、活動の軸足をね、障害者福祉とかに置いてたわけじゃないんですよね。いきなりそういうことやってるわけだから。で、それが結構響いちゃってたりするわけですよ。 このの人は社会的弱者の味方だってなるわけですねで山本太郎が言ったのは金持ちから税金が取れたそれで、ねえー、恵まれない人たちに分けろってわけで今度はバリバリの社会主義共産主義ですからね。ねでそれをですね、あのー、爽やかな形でそういうねなんか LGBT だとかその障害者とかでそういう人たちの、ね、を集めてお涙頂戴的にねそうしてうねりを作っちゃうわけだから。 私から見たらただの茶番劇なんだけど、ね、信じちゃって乗っかっちゃった人が200万人以上いるわけでしょこれはある意味驚異的ですわまあ少なくとも彼は役者ですからマイク持たせたらそれなりにね役者としてあの演じることができるわけですよね こういうふうに見られたいなじゃあこういうテイストでこういうふうなパフォーマンスをしたらこう思わせられるなっていうさそういうね人の心をつかんでうまくねあの持ってっちゃうそういう能力があるわけですよええ、だからそれが私は嫌いなんですね偽善だしそういうのを人の弱みを利用してね 自分のの政党ためにつなげようとしてるわけですから非常に私としては嫌なんですけどもそれ騙されるやつがいるのようん、ね、<laughs> だからちょっとね怖いよしかももうほらただの泡末でね政党要件なければ え <laughs> もう、うぞうむぞうと一緒ですわ。ところが今回、正当要件満たしちゃった時点で、目線を平等に扱わなきゃいけなくなっちゃったわけですね。投首対談とかあったら呼ばなきゃいけないわけですよ。その度に山本太郎出てくるわけでしょこれ、やばいよ、マジで。ええー。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。えー、動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。 え本家武田恒ねチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。